スマトラ島沖地震スマトラ島沖地震2012年4月スマトラ島沖地震は2012年4月11日現地時間15時38分にインドネシア西部スマトラ島北西沖のインド洋で発生したモーメントマグニチュード8.6の地震である。震源はバンダーチェの南西約4 3 4トル、震源の深さは2 2 9トル。滑り量は 最大で15メートルと推定され横ずれ断層型の地震としては史上最大規模のものであった。インド洋周辺各国において津波警報が発令されたが下方修正または撤回された。地震の約1時間半後にスマトラ島アチ州村坊で約1メートルの津波を観測した。日本の気象庁は日本への津波の影響はないとしている。地震発生後、 インド国立海洋情報センターはアンダマンニコバル諸島に津波警報を発令した。スリランカ当局は津波の危険があるとして東部沿岸地域に避難勧告を出した。マレーシア気象局は津波の危険があるとして北部沿岸部に避難勧告を出した。津波の危険があることからプーケット国際空港が閉鎖された。11日午後5時43分頃に インドネシアスマトラ島北部西方沖でマグニチュード8.2の地震が発生した。シンガポール地球観測研究所のケリーシエ所長は2000年に一度の巨大地震であり、アチェの南にあるムンタワイ諸島の下にある 700km の巨大活断層での地震可能性を高めたという。ありがとうございます。